それでは行きましょう。第2回戦第1試合、先攻小松義弘、後攻トロサーモン久保田、発射節3本勝負、レディーファイト。Yeah、 あくまでスタンスは崩さねえ、今お客さんが湧いた理由もわかんねえ、奴がラップなんかやるな、今ここで俺がぶったきてやるよマジで。は小さい頃の俺見てるか、クレバさんになりたい言うてラッパー目指してたよな、今上京してチャリンコってコンビ組んで久保田さんと MC バトルやってる意味わからん。なんだ気に入らねえな、さっきからその喋り方、俺は何してるんだ、そうだ俺はいつもそうだ、お前と流行ってんの、おい田舎に行ったら頭のおかしい痛いやつ、小松おい舞台に上がるなら敬語とやって出てこいファッキン。相方さんやったらここで無視してくれる漫才とかやってくれるのにな、いや何がメガネの入れ墨や、結局メガネかけてるやないか、レンズ履いてないや。一番恥ずかしいタイプのラップ、いや闇の属性ばっかり凝ってるから芸人ラップ王座決定戦みたいな影響しか来へんねんボケ。よ言葉は2種類あるぞ、活躍とそして暗躍、暗い道でも活躍、道でもゴールが一つ、それならいいだろバカが。タトゥーお前いじったけどかけてないメガネ真面目やな、お前どこの事務所お笑いやれや、ボケないオチがない喋れない、いやおしゃべれないとかじゃない、ここではラップができたら正義だぜ、いや意味のわからないことばっかり言ってる、こいつも結局何万とかしか稼げてないくせにな、意味がわからないことばっか言うな、何言ってもしゃべらない、ここは無限大ホールじゃない R ラウンジ、ちゃんとラップやってから自分買ってきてくれ。いやそろそろ落とすかお前の情報、この前ブスな女と手つないで歩いてたな、いやいやビーチか、あービーチでチップ、金もないならやるチップ、ポテトチップ食らわす、お前の顔面コンソメパンチ、塩ふかして帰れよバカよ、イエー終了。これは来た、素晴らしい、これはすごいぞ、出ましたね、出ましたね。それでは判定の方に移りたいと思います。先攻小松義弘、後攻トロサーモン久保田、レディージャッジ。赤3本、勝者トロサーモン久保田、ありがとうございました。いつもカラオケ屋団ドラゴンアッシュで練習してる回がありました、ありがとうございました、おい。それでは行きましょう。先攻パラダンナ AKA 中川パラダイス、高校レーザーラモン RG、 8小節3本勝負、レディーファイト。終了。ドフな内部事情が。いやーすごい、すごい。初内だそうです、初内だそうです。はい、それではジャッジの方に移りたいと思います。先攻パラダンナ、後攻レーザーラモン RG、 レディージャッジ。延長満場一致の延長です。はい、それではいきましょう。先攻レーザーラモン RG、 後攻パラダンナ AKA 中川パラダイス、発射点3本勝負、レディーファイト。終了。徐々に情報が解禁されてきます。情報が強すぎる。それでは延長ラウンド判定に移りたいと思います。先攻レーザーラモン RG、 後攻パラダンナ、レディージャッジ。おっとこれは青が2本、延長が1本なので勝者青、勝者先行レザーラモン RG。 いや正直2回心折れましたね本当に。決勝なので最初に一言ずついただいてから、はい、いきたいと思います。ちょっとこの後にバズーカの収録があるんで1回で片付けたいと思います。うぇーい。この後に駒込の知り合いの社長の闇営業があるんですぐ終わらせたいと思います。
イエーイ。それで決勝は8小節4本。先攻レーザーラモン、後攻トロサーモン久保田。行きたいと思います。あ、レディーファイト。いえ久保田、この戦いずっと暴露合戦になりそうだから、そろそろ暴露やめようかなって思ったけど、ぶっこましてもらうぜ。いえ、お前芸人報道で金もらった、屋台の金の金もらったの全部使い込んだらしいじゃねえか、お前追放。いや追放、その前にお前スポーツ新聞載ってたな、京都の舞子さんのとこでの営業、お客さん1人3万取って90万取った、こいつはグレー、吉本のグレー、ブラック企業はこいつのせいだ。いやいや、帰れバカが、収録バズーカが俺が打ち込むとか、いやいや、俺が芸妓さんと舞子さん呼んで1人3万取ってやったイベント、俺に入ってくるお金3000円、どうなってんだ吉本興業、ブラック企業はお互い様、そのブラック企業からブラックカルチャーでのし上がろうぜ、一緒にラップで。終了。やばい、やばすぎる。これは感動のワンシーンが見れたと思います。それでは決着をつけたいと思います。先攻レーザーラモン RG、 後攻トロサーモン久保田。レディージャッジ。ウェイ、勝者トロサーモン久保田。レーザー、ここはですね、なんと優勝者には優勝フリースタイルをしていただくということになっておりますね。これは面白い。じゃあ一旦審査員たちのコメントをね伺ってから優勝フリースタイルをしていただきましょう。じゃあ審査員さんの皆様、ちょっとあの決勝についてコメントいただきましょう。じゃあ新平太様からお願いいたします。決勝戦素晴らしい名勝負でした。僕はなんとなく RG 対トロサーモン久保田の決勝が見れるんじゃないかなって思いながらなんとなく来たんですけど、僕は自分が初めて R 指定というラッパーと戦った時のことを思い出しました。なんか素晴らしい名勝負でした。もう目頭が熱くなりました本当に。はい、ケンさんお願いします。はい、やっぱその特に決勝戦で面白いところと、あとこう自分のこう内側を晒していくところのなんか MC バトルならではの熱さが両方すごいいいバランスで出たのが久保田さんだなと思って、ありがとうございます。もうなんか普通の大会に出た方がいいんじゃないかな早くと思いました。はい、福山さん、こう勝ち上がれば勝ち上がるほどメンタルをズタズタにされるっていう、誰が得をするんだっていうその MC バトルの矛盾が出てたいいバトルだったと思います。いや、ありがとうございます。おっと、いや、優勝フリースタイル聞きたいよね、聞きたいよね。それでは優勝フリースタイルのビートをどうぞ。だけど大事なのは MYC じゃなくて 38MIC38 マイクで漫才やります。これからも皆さんチャンネルを合わせてください。よ、吉本ブラック企業で大変なとこだけど頑張ってるみんな、痩せ補正小じきになるけどならないように面白くするだけなんです。どうか皆さんまた見たら声をかけてください。あんまこんなのやったことがないから上手くないですから、ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。ウー、今日のチャンピオン、トロサーモン久保田に大きな拍手。ありがとうございました。